これからのシステム開発っていうのはやっぱりスクラッチ開発とかじゃなくて、なるべく流動的に回収ができるようなシステムを使ってあげないと、うん、ツールに関してはランニングコストで月額制なんで、うん、一番安くて月7,500円ぐらいから。あ、そんな安いんですね。そうですね。株式会社マクサスでは一緒に稼いでいくフランチャイズオーナーを募集しております。新規事業を探しているけど見つからない方、負けないフランチャイズを探している方、概要欄にある公式 LINE を友達追加していただくと加盟募集説明会動画をお送りしますので、興味ある方はぜひ概要欄へ。いらっしゃいませ、杉本です。本日なんですけども、なんとですね、新宿のめちゃくちゃイケたロースに来ております。ちなみにこのオフィスって、はい、ウィーワーク的な感じなんですか？あ、そうです、ウィーワーク的な。あ、ですよね、はい、ミライナタワーで初めて来たあのタワーなんですけども、はいはい、あの今日はですね、ノーコードシステム開発と言えばいいんですかね。そうですね。後でちょっと詳細をあのお話ししていただくんですけども、はい、ペパコミ株式会社の小川社長のオフィスに来ております、はい、本日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回なんですけども、小川社長がキントンというアプリを使って自社のシステム開発をまあやっているということで、はい、そこら辺のお話を詳しく聞けていけたらと思うんですけど、今回のテーマはですね、リユース事業者向けシステム開発に失敗するカス事業者はこんなやつなんだよね。なるほど、はいはいはい、そんな感じでテーマにね、ちょっと話していけたらと思いますので、はい、簡単にですね、自己紹介や会社の紹介からしていただいてもよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます、はい、ペパコミ株式会社の代表の小川春久と申します、はい、弊社はですね、キントーンっていうクラウドサービスのパートナー企業で、キントーンを使って構築支援だったりとか、キントーンを使って自分たちで構築ができる内製化支援をしている会社となりますので、なるほど、よろしくお願いします。お願いします。ちなみにキントーンって何なんですか？はい、まあ、多分キントーンっていう名称に関しては多分 CM とかで聞くことも多いと思うので、はい、キントーンって何かっていうと、僕はよく iPhone みたいだって言ってるんですけど、その iPhone って自分たちに必要なアプリを自分たちでダウンロードして自分流にカスタマイズしていくじゃないですか、はいはいはい、キントーン全く同じで、キントーンの中にアプリっていうものを作っていって、うん、自社の必要なアプリをどんどん自分たちで作っていって自社流にカスタマイズしていく、なんか法人版の iPhone みたい な、ね、なんかそんな感じでよく説明してますね。あ、それでじゃあ顧客管理だとか、そうです、まあ、在庫管理とか、はい、そういうの含めてアプリをダウンロードして作りますみたいな。そうですね。で、ノーコードシステムっていうのが、そのアプリっていうのが一応自分たちで作れるよっていうのが大きな特徴なので、そういったアプリを自分たちで作って自分たち流にカスタマイズできるっていうのが大きなポイントです。なるほどですね。エンジニアが自社でいなくても作れるアプリケーションで業務システムを作れるみたいな。そうです、そんな感じです。今回簡単に出会った経緯もあの、はい、お話しすると、パネ、はい、さんがやってるビジネス YouTube の学校ですよね、はい、で出会わせていただいて、はい、相談というかね、ちょっとこう話してた中で、シチュアのアプリとかも、あ、やってますよ、シチュア業界ですね。ですよね、はい、リユース系とかも過去に携わったことがあるっていうことだったんで、いろいろお話聞きたいなと思って、はいはい、今日はお邪魔しているんですけども、はい、まずなぜノーコードのキントーンを使った業務システム開発がいいのかっていうのを説明していただく前にですね、はいはい、僕が見てきた企業でいろいろ相談を受けるんですけど、うちがマクサスコアというですね、概要欄に URL 貼っとくんですけども、自社でシステムをゼロから作って割とうまくいってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、これ結構得意なパターンかなと思ってまして、そうですね、多くの企業相談されるんですけど、大体めっちゃ失敗してるんですよ。めちゃくちゃ高額なお金使って。それはシステム入れたいんだけどって相談を受けるんですか？入れたいではなく作りたい、自社で。それはどっから受けるんですか？僕結構このチャンネルやってるんでリユース業界仲間が多いんですよ。あ、なるほど、はい、で社長連中が結構多いんで、はいはい、これから作ろうと思うんだけどとか。なるほどね。で結果蓋開けてみたら全部失敗してるんですよ。僕の把握してる限り9割失敗してるんですけ ど、ね、これがまずね、なぜ失敗するのかっていう、はい、自社開発が、はい、そこら辺ってシステム開発ずっと携わってる、はい、その小川社長なりの見解というか、はい、ちょっと教えてほしいんですけど、まず、はい、そもそもやっぱ失敗する理由っていうのは、はい、手動で進める人がコミットできてないっていうのが一番多くて、ほうほうほう、結局そのシステム開発ってシステムに詳しくない人間から要件整理を受けて、はい、要件整理を受けた外部の人がその会社のことを分かってない外部のエンジニアが作るっていう、この前提からずれてる状態から作るから、なかなかうまくいかないんですよね。だから結論言っちゃうと、会社の業務のことも 100% 分かっていて、はい、かつシステムの設計とかっていうのもある程度分かってる人がやるんだったらうまくいくんですけど、はい、そんな会社なかなかないじゃないですか。そこがそもそも前提がずれてしまってるから、なかなかうまくいかないっていうのは多いですね。あ、逆になんで関根さんうまくいったんですか？僕はですね、最初エンジニアって何っていうとこから僕スタートしたんですよ、はいはい、ただなぜそもそも自社開発でシステムを作ろうかと思ったかというと、はい、今はある程度ちょこちょこ出てきたんですけど、当時は買取事業者向けの、その業務管理システムってなかった、はいたんですよ、はい、一切あったとしてもソフトウェア型、うんうん、クラウド型じゃないんで、はい、こんなん使ってられねえよなこの時代にって、はいはい、もう当時思ってたんです。これがかれこれ
7、8年ぐらい前ですかね、はい、その時はもう上場も見据えていろいろやってたんで、そういうことも考える、ただ単に買い取りやってますって、いかにこうテクノロジーを活用して企業運営をしていくか、データ経営をしていくかっていうところ、うんうん、あとそういう見せ方をするかっていうので、やっぱバリエーションの付け方も違うんで、そういうことに取り組まなくちゃなっていうちょっと背景があって取り込み始めようとしたんですけど、はい、そもそも分かんねえみたいな、はい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 、で僕は結構自分が分かんないことを人に任せたくない派なんですよ。分かります、はい、なんでどうやったらいいのかっていうので、まずエンジニアのなんかイベントとかに出まくったんですよね、めっちゃ行動的。いや、まず今までかかってきた人種も違かったんですよ、はい、買取事業者ってどっちかって中卒高卒とか、まあ、大学でも F ランみたいなそういう人たちが多い業界なんですよね、はいはい、中でやっぱりそのエンジニアってちょっと全然違くて、そうですね、言葉も分かんねえみたいな、はい、ところからいろいろ学んでって、僕が主導で開発の要件定義とかもなんかエンジニアとコミュニケーションを取りながらどうした方がいいとか、はい、メンターとかも使ってました、エンジニアと会って、はい、うん、でお茶しながらこういうの作ると思うんだけどどうみたいな、無料で勉強できるなって、すごいそんなのやってましたね。あのやっぱり今のところですよね、結局そこまで意識持てますかって話なんですよ、うん、その経営者がみんなやりたいって言うと思うんですけど、はいはい、経営者がここまでちゃんとエンジニアとかシステム開発に対して理解度を高める努力をしない限り、スクラッチ開発ってはなかなかうまくいかないですよね、うん、もちろんお金が無限にあって、うん、もういくらでも投下できるんだったら最終的にうまくいきますよ、うん、なるべくローコストでやるんであれば、はいはい、構築をお願いする側もエンジニアとしてシステム開発の知識をちゃんと蓄えて、なるべく1発2発3発ぐらいの開発でいけるようにしないと、やっぱコストが数千万数億ってかかってしまうんで、うん、そこで結局コストは結局キャッシュアウトしちゃって、はいはいはい、うまくいかなくなってしまうっていうのは、うん、スクラッチ開発の大半失敗するケースだと思いますね、うん、でもそれでも結構かかりましたね、費用的に。いや正直5000万はかかったそうですよね、はい、でも5000万で済んでてもこれ多分スクラッチだったら安い方やと思うんですよ。これが例えばじゃあもっとこれから勉強しないで、うん、なんとなく進めていっちゃうと、うん、多分1億弱くらいにはいっちゃうんじゃないかなっていうのを思うんで、うん、結局そのあたりが多くの会社が失敗してしまう、うん、費用がこれ以上回収にかけられなくて、はい、なってしまうっていうのが多いかなと思います。あとは僕は結構最初作った段階からわりかし現場に落とした時に結構効率化したんですよ業務、はいはいはい、だからスッと入ったんですよね。あだからそのシステム入れる前に業務フローの整理からしたってことですね。そうですね、はい、大事ですね。でスッと入ったんで、はい、まあ、結局能動的に使ってくれるけど、うん、使ってくれないとか、はいはい、ハレーションあるみたいなことはめっちゃ聞きますね、はい、めっちゃありますね。ですよね、めっちゃあるんで、本来はシステム構築入る前に業務フローの整理をして、うん、それをこうシステムに落とし込むっていうところが結構大事なところ、うん、はい、ただ注意しなきゃいけないのが、システム作ります、はい、現場にやってもらいます、はい、それで完了じゃなくて現場に使わせて、はい、そっから現場なりに使いづらい要因とかあるんですよ、うん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 、それをちゃんとフィードバックもらって回収してっていう、運用して回収して運用して回収してをやっていきながら、うん、最適化を目指していくっていう風にやらないと、現場の人が本当に使いやすいシステムは出来上がらない、ね、なるほどですね。じゃあそこでやってってここでいけるぞで、そう展開するみたいな流れなんですね。そうです、はい、そうです。多くのスクラッチ開発が失敗してしまうのが、結局その回収を繰り返していくってコストがめっちゃかかるんですよね、うんうん、持ったより費用がかかっちゃって途中でやめたみたいになっちゃって、はい、もう回収できないから、うん、今の使いづらいまま我慢して使うけど、うん、結局現場が使えなくて終わってしまうっていうのがめっちゃあるあるだと思います、うん、なるほどね、はい、まあちょっとこれポジション遠くなっちゃうんであれなんですけど、これからのシステム開発っていうのはやっぱりスクラッチ開発とかじゃなくて、なるべく流動的に回収ができるようなシステムを使ってあげないと、うん、現場のリテラシーが高い会社だったらいいんですけど、うんうん、低い会社だとなかなかうまくいかないかなって僕は思ってます、うん、なるほど。今までの流れでスクラッチ開発ゼロからね、自社で新しいシステムを作るっていうのは、はい、めちゃくちゃ大変だよねっていうところの失敗するというかしやすい理由みたいな、はい、デメリット的な部分を教えてもらったんですけど、一方なぜこのノーコード開発、キントーンなどを使ったその開発がいいのかっていうのはまだちょっとあんまりよく分かってないので、そこら辺ちょっと教えてもらえると、はい、大きくやっぱり3つあって、1つ目がノーコードだから、はい、こう自分たちで回収ができるっていうのが一番のポイントなんですね。回収ができると何がいいかっていううと、やっぱさっき言ったように基本的にはシステムを作りました、はい、完成しましたっていう時点で、うん、僕は 60% ぐらいだと思うんですよ、はい、出来が、はい、そっから運用開始を繰り返していって、うん、70、80、90、100% に仕上げていくっていうのがシステムをしっかり現場に浸透させるために必要だと思ってるんですけど、はいはい、そのためにはやっぱ回収がしやすくないとダメなんですよね。なので最適解に持っていくための回収が均等しやすいっていうのが1個目のポイントです、ね、自分たちでっていうのは要するに開発会社エンジニアとかじゃなくて、はい、事業者サイドとして回収ができるっていう意味合いですよね。そうですね、一応
軸の目線があって、外部の会社に依頼したとしても、ノーコードで自分たちでできるんで、回収の過程が分かりやすいんですよ。キントンってこういう仕組みなんだっていうのが、導入企業側も分かるんで、こういう回収したら現場の運用の仕方はこういう風になるよねっていうのが理解がしやすいんですよ。なので、自分たちが作るでも、外部の会社が作るでも、理解しやすいから回収がしやすいところが往々にしてあるってことですね。で、二つ目が、やっぱりその価格が安いっていうところが一つあって、まあ そこっすよね、そこがやっぱでかいですね。一回作ったものが回収するってなった時に、費用的には数百万ぐらいそれだけでかかったりとかするんですけど、キントンに関してはランニングコストで月額制なんで、一番安くて月7500円ぐらいから、そんな安いんですね。そうですね、比較的そのあたりが結構やりやすいってところですよね。拡張機能とか入れるんですけど、にしてもそんなにかかんないんで、まあ、そこは長期間で回収に臨みやすいっていうのがやっぱり大きなポイントだったりはしますね。で、3つ目は、1つ目若干被る部分あるんですけど、現場に浸透させやすいっていうところで、さっきの話で現場に1回使ってもらって、現場がなぜ使えないまま終わってしまうかっていうと、現場から意見が上がってこないからなんですよね。使いづらいっていう要望が上がってこないで、正確には最初上がってくるんですよ。最初はノーコードだろうとか、ガッツリスクラッチだろうが、現場からここを使いづらいからこうしてくれって上がってくるんですけど、スクラッチの場合とかって回収するのに費用がかかるから、経人は OK サイン出さないんですよね。そうすると現場の人はもうじゃあこれで使うしかないんだなって諦めてちゃって、現場から声が上がってこないっていう感じになります。なのでそこで止まってしまうって感じなんですけど、キントンっていうのはそこら辺の回収がちゃんとできるんだよっていうのを現場の方に浸透することによって、現場から声が上がってきやすくなるんですよね。現場から声が上がってきやすくなると、こう運用がしやすくなるんで、まあ、結果的に運用がうまくいく確率は結構上がるっていうところですね。なるほどね、はい、確かに誰かが作ったもので費用がかかるっていうのは承認しづらいですけど、はい、僕結構現場から直接上がってくるんですけど、はいはいはい、確かにこれは回収した方がいいなと思ってすぐエンジニアに言うんですよ。そうそうそう、はい、大事ですよね、はい、ですぐ回収されるから、はい、言ったことが確かに回収されるんだっていうので、上がってきやすくなってるのかもしれないですね、はい、やっぱり現場が一番現場理解があるんで、外部の会社っていうのは現場理解になってないんで、ちゃんと現場のヒアリングするって大事なんで、そういう環境を作るってめっちゃ大事ですね。なるほどですね、はい、ちなみに先ほどスクラッチ開発が5000万ぐらいっていう話だったと思うんですけど、はいはい、月額は7500円が最低プランっていうところで、規模感にもよると思うんですけど、はい、うちのシステムをちょろっと見てもらって、どれぐらいかかりそうかっていうのを見てみます、はい、あ、いいっすよ。それで完璧に一致させるのは無理だと思うんですけども、はい、なんとなく見れば開発の費用感とか分かるのかなと思うんですけど、はい、どんな感じかっていうと、ざっくりなんですけど、はい、初期費用でいうと500から1000万ぐらいなのかなっていう感じですね、はい、なるほどね。ランニングコストでいうと、まずキントンライセンス費用が1ユーザー1500円かかるんで、これが人数の規模によって全然変わってくるんで、それ以外の拡張機能も出しますね、はいはい、契約書はメールでそのシステムから送ってるんですね。送ってます。送ってます、はい、CTI もありますもんね、はい、あと在庫管理でしたっけ、在庫管理、在庫管理はリアタイで反映してるんですか。はい、リアタイムで契約した瞬間に在庫が計上されるみたいな。なるほどですね。そうするとざっくりですけど8万ぐらいじゃないですか、月で言ったら。なるほどね、はい、プラスキントンのライセンス費用の人数分買ってくる感じなんで、一番少人数だと8万7500円。え、それサーバー代ないっすもんね。ないっす、それは、はい、うちで言うとそもそもサーバー代で余裕で10超えてます、ね、ああそうなんですね、うん、そう考えると確かに安いかも。 AWS で20万ぐらい。実際使っていくと、ここをもっと UI こうしたいみたいな細かい要望出てくるんで、そうすると拡張機能増えてくるんですけど、増えたとしても20は絶対超えないですね。なるほどね、15も超えないんじゃないかなっていう感覚ですね。なるほどね、はい、だいぶコストダウンできますね。まあそうですね、僕キントンの会話にずっと身を置いてるんで、はい、それでも高えなと思っちゃうんですけど、実際石井門さんからすると安いのかもしれないですね。いや、まあそうですね、うん、めちゃくちゃ大変なんで、うんうん、結局そういったところからスタートして、うん、どっかのタイミングでそれがもうできてたら、うん、あとは自社用に UI 変えたりとか自社データベースやるっていうだけなんで、はい、開発めっちゃしやすいですね。なので実際今のを作るってなった時は、まずは顧客の訪問があって、案件管理とか活動メモとか、うんうん、そのあたりが若干スモールで設計して、はい、でそこで運用して慣れていってもらいながら、どんどん契約の管理だったり在庫管理だったり帳票出したりとか CTI だったりっていうのを拡張をちょっとずつしていくみたいな作り方が割と基本ですかね。はははけど僕も本当にノーコード開発ってめっちゃいいなっていうのが、はい、自社でねある程度組み替えとかやりやすいし、スモールでスタートできるから、僕結構当時そういう考えなかったんで一気にスクラッチ作っちゃったんですけど、うん、今自分が経営者の立場でリソースもない中で間違いなくそのノーコード開発からスタートします、はいはい。でもスクラッチでやっぱり5000万でしっかり作れたっていうのはでかいですよね。まあ、奇跡ですし、時間を投下できたみたいなところはやっぱり大きいので、はい、一番僕が思うベストなシナリオっていうのは、これ事業も多分同じだと思うんです、うん、スモールでまずスタートすること超重要だと思うんですよね。で、運用に乗せるということが大事だと思うんで、はい、まあ、継続するみたいな、はい、まずはそのノーコード開発をして、うん、ランニングコストもね、初期費用も低くスモールでスタートして、ある程度こう運用をまず乗せる、でそこで改善して改善して、でここである程度できたものってスクラッチ開発に超いい
できるじゃないですか。そうですね、間違いないです、はい、なんでそこからスクラッチ開発っていうのは一番なんか綺麗な、うん、いや一番綺麗だと思いますね。なので今8万って言ったんですけど、とはいえ最初のスモールスタートの段階は拡張機能いらないんで、うん、7500円からぐらいでスタートできるんですよ、うんうん、でそこからどんどん拡張機能増えてくるって感じなんで、うん、本当に低コストでスモールスタートできますね。なるほどですね、はい、本社はちなみにそのどこまでやってくれるんですか。開発からやってずっと保守とメンテナンスをやってくれるのか、はい、あとは基本はもう引き継いでって社内運用体制まで持っていくのかとか、そこは結論そのお客様によるんですけど、はい、多いケースは今のパターンですね。構築してその後の内製化支援をして、お客様自身が均等自分でいじれるやって僕たちから卒業してもらうみたいなパターンが一応目指してますし、それが多いです。まあそうです、ね、ただ中でやっぱりそのリソースの関係で自社内できないケースもあるんで、うん、そういう場合は僕たちが外部で請け負って回収とかやるみたいな感じですね、うん、結局やっぱ内製化できないと意味ないっていうのはありますもんね。で実際やっぱり事務員さんがめちゃくちゃ内製化するんですよ、うん、事務員さんは均等担当者になってくれるんで、事務員さんってどこの会社もいるわけじゃないですか、うん、なので内製化できる人材って結構均等に関してはどの会社でもいるんで、うん、どの会社でもチャンスあると思います。最悪その人辞めても御社がいてくれたら何かあった時にどうにでもできるっていうところは心強いですよね。そうですね、まあ、内製化のポイントってやっぱ1人だけだとダメなんですよね、うん、これを2人3人に増殖させて初めて内製化なんで、なそこまでは支援してますかね。確かにね、うん、僕はねやってもさ、まあ、あくまで僕は辞めるってことはないんで、辞めることないからそう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 なんですよね。ジミーさん辞めるんで均等、ね、フリーな人も増えてるんで辞めちゃうんですよね、うん、結構ね、はい。今日はねすごくいろいろ勉強になりました。はい、せっかくなら、ね、ちょっとここら辺で締めたいかなと思うんですけども、はい、すごくいいお話聞かせていただいて、自分がやってきてでめっちゃ金もかけてきて労力も使ってきて、結局スタートはスクラッチ開発じゃない、はい、ここが絶対いいっていう話ですよ。 なのでそこら辺はですね僕としても推薦できる方だなと思うんで、うん、最後にですね簡単に宣伝とかあれば、はい、ちょっと一言言ってもらって、それでちょっと締めたいかな、はい、ありがとうございます、はい、改めましてキントン活用チャンネルという YouTube で、はい、キントンに関する情報を発信していまして、これはもうキントンの業界別の事例とか載せて、例えば不動産業界の案件管理だったらこういう感じですとか、はいはい、建設業界の実行予算管理はこんな感じです、はいはい、それこそ質屋さんとか、うん、リユース業界の方の構築もさせていただいてますので、はい、もし興味あれば YouTube 見ていただければどんなことやってるかって分かると思いますので、はい、ぜひ見ていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします、はい、概要欄にですね URL 貼っておきますのでぜひ、はい、見ていただければと思います。あとはですね、全然余談なんですけども、一応うちの方でパッケージでマクサスコアっていうのも知り合いとかぐらいで提供してたりとかするんで、もし自社で開発じゃなくてパッケージがいいよってことであれば、うちのシステムとかもね試合ベースで貸し出したりとかしてるんで、はい、それいくらぐらいなの。そう一応10万からって形になってるんですか。月額制のみってことですか。あそうですね、はい、基本的には適当にやってるんですよシステムはちゃんとしてるんですよね。システムめっちゃちゃんとしてます。なるほど。だけど外部で売り用でやってなかったんで、これから多少売ってもいいかなぐらいに思ってるぐらい、それはリユース業界全体で使えるんですか。あ買取だけですね。買取なんですね、はい、販売はじゃあ使えないですか。ちょっと弱いんですよね。そのだから要は店舗で売るとかそういう機能はないんで、素敵な機能はないんで、買取事業者だったらめちゃくちゃ使いやすいと。さっきずっと Kindle のいいこと言ってたんですけど、はい、やっぱ向かないのめっちゃあるんですよ。そういう時は僕は既成のパッケージ使った方がいいと思ってる派なんで、そういうのもあったら全然ご相談したいですね。まあね、リース業界だけだったら、はいはい、どうにかなる。なるほどです。ぜひぜひ、まあ、そんな感じで興味ある方はぜひお問い合わせいただければと思います。はい、ありがとうございます、はい、本日はご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。次の時代を担う僕たちが新しい時代を作っていかなきゃいけない。乾杯。